どうもソーズでーす。イエーイ、イエーイ、金箔。いただきます。はい、うまっ。メカブって感じがしないね。確かにしない。なんかアイスの味がする。はい、今ですね、なんと日本のということで、はい、日本の金沢にいます。はい、じゃあ今日はこの辺でロケしたいと思います。私の生まれた土地、ここが金沢です。僕沖縄よく食べるんですわ。美味しいでしょ。何歳までになったっけ。2、3歳かな。それこそやれよ。2、3歳から毎年これ来てこれ食べてた。そうだよ、僕もこれ作ってね。じゃあ今日慎太郎が案内してくれるってこと。私は本日はこの金沢の、いいところ、こんなに素晴らしいとこなんだぞ、金沢って最高なんだな、いいお魚がいっぱいあるんだな、金箔も長い長いね。ジョーズ。なんかイチゴストロベリーロックはいはい、ちょっとそのさ、ライトで聞かせる。ヒップホップ。ヒップホップやばい。さあ皆様、はい、はい、金沢にいらっしゃいませ。ありがとうございます。そうか、慎太郎はこっちが。私はそうですよ、こっち、ここはもう生まれた土地ですから、僕がね、こう生まれた土地にこうみんながこう来てくれるってやっぱ嬉しいものですよ。どう、もうシャナトーク行けた、これで1年まだだよ。もっと掘っていけ。さあ皆さん、金沢のイメージってなんかあります？え、ご飯じゃん。ご飯じゃん。寿司とか美味しいですね。魚が美味しいイメージ。昨日さ、実際さ、夜ご飯さ、ちょっと海鮮が美味しいとこ行ったの。レインさんとかさ、北斗のドラマ見てくれてたの。ああ、そうね。結構知ってくれてる人もいてびっくりした。多いね。あのブリのね、分厚さやばかったよね。そこらの携帯より分厚かった。分厚かった。昔のガラケーかっていうぐらい、ガラケーのスライド携帯ぐらい分厚かった。もちろん冗談だよ。でもさ、実際ライブもさ、昨日やったわけじゃない俺ら。いや、やったね。この辺に住んでるよっていう方が多くて、多かった、結構多かった、ね、でそう、初めてストーンのライブ来たっていう人が多かったおかげかさ、声がすごく大きかったよ。いや、嬉しかった ね。みんな、どこ行きたい。とりあえず朝飯を。朝飯を。朝飯いいね。お前かかってんだよ。でも朝飯っていうのはやっぱその、出されてもおぉ、なるほど、これが食べるんだ。でも、その元のものを見てみたいなとか思いませんか。元のもの。何、寿司だったら魚とかみたいな、そういうことですよ。お米とかだったら、稲植えるおばあちゃん見る。見る、そういうこと、そういうこと。嫌だ。嫌だ。嫌なの。あの、どこ行きたいっつって朝ごはんって言われたら、ちょっとそれは僕も困っちゃいました。じゃあ、うまく道行け。何文句言いだした。本当に知らねえんだよ。何文句言いだしてんだよ。ちょっと、僕のおすすめのところに皆様を連れて行こうかなとも思いまして。それ聞けないんですか。それはね、ちょっと一人の、まあ、ボーイがボーイちょっと喜ぶような仕掛けを私は一つ用意してますので。そうです、このストーンズの中の誰かが、なんだろう、エミネムがいるんじゃない。エミネムいたら俺結構マジでおしっこちびっちゃうぐらい喜ぶ。俺もだよ。ちょっとセブンでパンツを買い買ったもん。明日まで行ったら靴下も濡れちゃうから。靴下も買っていい。子供の頃の話をしますね。はい。1997年7月15日ナレーションベースだもん。森本慎太郎くんが生まれました。そしてなんやかんやって金沢の地を去りました。いや、そこが大事じゃないの。金沢の話が大事じゃないの。そこを聞きたいの。あ、みんなのが金沢の幼少期の思い出ないね。ないね。まあでも同じそういうの下ではあるよね。好きな人。もう動物園だって、石川動物園。あ、近いんだ。近いね。なんと、そこの動物園に行っちゃおうかなって思ってます。動物園か、動物園か、ジュリパーク行ったじゃん。だからペンギンなんだ。ペンギンってジュリだったのか。あ、そこまでバレちゃったか。めっちゃ下手じゃん。さあ皆様、目的地に到着です。おい、なんだ、なんか確かに駐車場っぽいところには着いたな。ここは石川動物園です。動物園じゃん。お前全部ネタバレしてるやん。そう、見た。じゃあとりあえず言うか、暑いから。はい。あれ、ちょっとストーンズは動物が好きなので。好きです、好きだよね。俺たちが動物ですから。ジャングルって曲もあるぐらい。そう、だから動物を見て野外に行きましょう。ジャングルに見えない。
チュリンジってなんかキツネ飼ってたりとかさ、あ、そうだね、あ、そうだね、あとあのクモ、そう、タランチュラ、タランチュラね、チュリンジすごいよね、ミニ動物園、ミニ動物園、ミニ動物園、あ、あ、あ、なに、あ、あ、おい、リスナル、あのサイズ感いいな、うわ、超かわいい、やば、超かわいい、こっち勉強してる、あ、だとやね、布食べるときは両手の、かわいい、かわいいね、これは、あ、ブラッザモンキー、ちょっとライオンキングにいるパターンの、コメントが被っちゃったな。あっちが疲れるんだろうな。ジェニーほら。ターザン、ターザン。おお。戦え戦え。マジで今煽られてる。おじじ来た来た。超かっこいい。映画みたい。すごいな。あ、ちょっと来いよ。せーの。いやあ最後煽れ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 相手にされる今お前どうしたのジェシーさらにクロノマス見せない価値わからんやん来た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 でかっこれでかっマジかっこいい超かっこいいトラだトラ超かっこいいめっちゃかっこいいめっちゃかっこいいこれもタイガーだよいやすげえマジでえ、乗りてぇなこれで移動してぇな仕事かっけぇなぁおぉはてがみえぐうわ、かっけぇマジでライオンキングじゃんやばぁシビクなぁマジっす誰のレッスン受けてたんだねレアだよね俺が一番好きな動物がいる雪を見ようよ俺雪を一番好きなのあ、いたいたいたおおぉここは何チーターかわいい雪を雪をえ、なんかさ足とかボコボコじゃないえ、なんかなんかジェラピケの靴下履いてるうわ、かわいいあ、水飲むよほら、レアだよ、ほらこれ飲むとこ見たいほらうわ、すげえおすげえ、ちゃんと飲むんだレモンハム見た猫じゃん、猫じゃん普通普通に猫や普通にしよう普通レース行くよさあなんと全員集まってないですけど皆様特別な、企画を持ってまいりましたなんと本日の目玉企画ですねフライ広場にフライあ、いいじゃんましたあ、フライ広場フライ広場フライ広場にうめまーえー怖くねさあ、一つ目はこちら、おい待て待て待てすぐ上がれるアルパカすごいございます俺、アルパカでしか癒されないよポーチ、アルパカとさ、関節キスしたことあるいや、違うのよアルパカが吐いた唾が俺の口の中に入ったんですよえ唾がさ、本当に嫌な可愛いよ、今年の目標飼育員さんに唾を吐かないらしいよかったじゃん、唾吐かないって今年の目標え、俺触りたい触ってみてくださいさあ、触れ合ってくださいあ、モフモフモフですねかわいい俺んちの羽毛布団みたいな触って触ってうわ、すげえ超モフモフ、気持ちいいうわぁ次、想像以上かわいい想像以上だ、これえ、本当にでもちょっとあれ抱きついて寝たいなえ、気持ちいいさあ、それではもう一つ次のはい私、森本慎太郎が持ってきた企画をやっていただこうかなと思いますなるほど題して写真で撮ろういい写真対決イエーイみんな、俺やってるやってるカメラで撮ろうじゃないからさあ、やってまいりました。なんとここで写真撮っていただこうかなおこちら、ジュリの趣味のペンギンちゃんです趣味じゃねえんだってえ、ジュリンチのとどっちが大きいこれだったら勝ってねえジュリンチと同じ種類いや、勝ってねえこれ写真対決するのここで写真対決していただきますチームはですね、私が独断と偏見で決めさせていただきますチーム1、田中ジュリチーム2、ジュリが残りじゃあそれでは時間がもうないのでちょっと帰りますよこれ下降りてもいいあー、これで撮りたいなちょっとハスに構えてあれだけさペンギンペンギン言われるとちょっとやっぱ好きになるよなえめっちゃ可愛く見える愛着湧く結果発表もうほぼ地声が出ちゃってる機械に勝っちゃってる声でかいからさあ皆様次に向かうのはなんと皆様がお待ちにしていましたお寿司屋さんでございます本当に本当にだがしかし今のこう止まってたのここで慎太郎のいきなりの
ボブ酒が入ったのだったみたいな流れました。その写真がすごくいい方が勝ちとしまして、はい、負けた方の人たちは勝った人の言うことを聞く。まあ負けた人たちはその勝った人にこれ食べていいですかって聞いて、まあ、その人がダメだっつったら食べれないし、その人がこれを食べろって言ったら食べなきゃいけない。でそれが5人と1人っていう。確かに。そうだ、ジュリが勝ったら俺ら5人はジュリに聞かなきゃいけないし、5人が勝ったらジュリは俺ら5人に聞かなきゃいけない。なるほどね。ジュリからじゃあ。あ、かわいい。めちゃ綺麗じゃん。綺麗。ペンギン超綺麗。さすがジュリー。飛んでる、飛んでるみたいです、空。やっぱジュリー、ペンギン慣れてるね。あのね、ペンギンが同じ動きしてくれてたから、俺に合わせて。じゃあ、うちの写真見る？いい配信。よいしょ、ペンギン。慎太郎は楽しそうだな。うん。なんか動物園来ましたから。うん、どっちの写真が、よかったか。指、多数月指さしてますか。慎太郎を刺すか、ジュリーを刺すか。あ、そうしようか、じゃあ。左の方。いいよ、ダメな方法。せーの。何これ？目標、目標を更新ありました。ということで、まあ、楽しかった動物園でした。この後、たくさんお寿司を食べたいと思います。イエーイ、やった、楽しみ。グッナイ。金沢と軽井沢別だっけ？別です。長野だっけ？長野。連想ゲームか。別よ。なんかいいね、マジでこの街並み。最高だね。いや、こうやってさ、ちょっとさ、こうロケだけど、なんか旅というか観光っぽいものさ、余計好きになっちゃうよね。